よし。なんかさ、さっき、あ、こんにちは。うん、こんばんは。なんかさっき、このカーラー使ってみたんですけど、なんか全然、なんかめっちゃ変なことになっちゃって。やばいですよね。やばいですよね、この前髪。助けてほしい、ほんまに。ほんまに助けてほしい。どうしたらいい？どうしたらいいですかね。これはやばい。さすがに。さすがにやばい。よし。見てください。果汁パのチョコ。ありがとうございます。アイロンの電池がない。チロールチョコ、ポイントね、いったので。ありがとうございます。やばい、ほんまにこんなんなると思ってなかった。こんなんなると思ってませんでした。ほんまに。ちょっとマシになったかな。あ、そうなんですよ。ルームスがね、昨日の純情の公演で言われたんですけど、なんと10期生のルームスが始まります。よいしょ。なんとね、始まります。え、前髪どないって感じ。X より先にルームス始まると、確かに確かに。え、普通は、ツイッターの、X の方が先なんですか？んばんは。
そうなんです。ちゃんとカジュパの放送なんですよ。昨日の8時から、ちょっとまだ投稿できてないんですけど、盆栽憩いの場っていう名前でやってます。チロルチョコです。カジュパイチョシサイポンこれ毎日癒されてるよ。ありがとうございます。ちょっとあの音声なんでね。一個食べようかな。だいぶ伸びました。食べるのもったいないですよ。髪の毛鳴らさないとやばい。 最強変わるとほんまにな。最強か。面白い。最強か。ルームス入って名前違うけど。ありがとうございます。憩いの場に入会しよう。ありがとうございます。ちょっとチョコ食べます。ルームズ入ってありがとうございます。ームス始まりました。ルームスの配信もやりたいので、ショールームの配信毎日できるか。毎日できるかな？何この前髪やばいかも。よいしょ。わかる。村井村めっちゃ面白いです。センスの塊。村井村。ほんまに、天才やと思いました。ちょっと向き変えます。ほんまに前髪やばい。もう上げとこうかなって。ちょっと分けます。やばすぎなので。村井村は、天才です、本当に。盆栽？盆栽です、盆栽。盆栽、憩いの場です。ルームスは動画とかも載せれるので。なんで前髪こんなことになってしまったんだ？ X でルームス更新をポストするメンバー多いような。ああ、なるほど。
これはって思うルーム数ありますか？これはって思う、これはすごいみたいな。は、村井村。村井村はマジで天才。村井村めっちゃ好き。いや、全然くせ毛じゃないです。ゆきりんさん似てます。ありがとうございます。よく言ってもらえる。今日の顔、めっちゃ可愛い。ありがとうございます。サイポンの頭ポンポンしたいな。レイポンさんや。レイポンさん。なんでサイポン逆にしたの？なんかポンサイってめっちゃいい。ポンサイお気に入りなんですよ。なので、盆栽にしようかなと思って。こんばんは。あつろうさん、初期園さん、こんばんは。ルームスって更新しても通知来ない。なるほど。パッケージ見せて、オッケー。パッケージ。これ私です。かっこついた？全然ピント合わへん。この前とカジッパでサイポンちゃんと対戦できました。ショーゴもサイポンときめきにしたよ。見ました。コニタンさんやんと思って。私、スタンプ押したんです。いろんなスタンプ。みーちゃんが界隈なんて書けるわけない。ちょっとみーちゃんのことをバカにしすぎですよ。ルームスの名前すごい決めたの。結構最近です。もうその場で考えて。さらば純情公演の全員写真でアミタンさんとハット作ってたね。そうなんですよ。なんかアミタンさんが、こう、やってくださったんですよ、こうやって。アーカイブ残しますね。ルームスは、ラジオでもできる。ラジオ。ラジオいいですね。今日みたいな前髪の時に。やばい、もう今日は、こうやってたのに、なんか思ってたんとちゃうくて。なんか、下から読んでよ、村井村。ほんまやん、下から読んでよ、村井村や。お前髪ぐちゃぐちゃすぎやろ。ちょっとマシ。村井村長。村井村長。今日は30分までやります。ルームスの配信は画像が綺麗なんで、うちうち可愛い。サイポンちゃんがもっと可愛く見えますよ。ありがとうございます。ショールームは毎日続けた方がいい？じゃあちょっとだけ短い配信を続けたい。かも。確かに30日行ったもんな。わけも似合ってて可愛い。ありがとうございます。ファンネーム考えたことない。
何がいいですか？どうしよう。全然考えたことない。ともちゃはちゃちゃちゃたいとかやん。はい。本をつけちゃうみんなユニットを作りたいよね。それはもうやばい。やばい。村井村はほのぴーさんが考えかなかと思ったわ。確かに。キラキラ100の勧誘ありがとうございます。サイポンのワルポン待ってます。かわいかった。レイポンさんのワルポン、めっちゃかわいかったです。ことっちのプアラボ、ハピハピチャージ。ことっちらしくていいと思います。パッケージめっちゃかわいいんですよね。盆栽はみーちゃんが読んでるイメージ。確かに。なんか、京太も言ってて。で、なんか盆栽ってなんかいいなと思って、盆栽にしちゃいました。なんか、それしたら、なんか、京太が喜んでました、なんか。食べないと腐っちゃいますもんね。パッケージ自分のなんでね、記念になるね。食べちゃうと思うけど、食べないとね、腐っちゃうのでね。ルームスの配信画質めっちゃいいよ。ルームス入ったことないので、わかんないんですけど。画質いいんや。ショールームはどうなんですか？私なんか、内カメの画質良くないんですよね。でも外髪やったらコメント読まれへんしな。髪型どないした？ほんまに。なんかカーラー使ってみたんです。そしてなんかやばいことになりました。せっかく今日ね、ちょっとメイクしてうまくいったのに、前髪のせいで台無しみたいな。ああ、確かに、ルームスター登録した人しか見れないから、今はサイポのことしてもらうため、ショールーム配信毎日続けるべき。確かに。確かに。集まれ、村井の村。めっちゃいいやん。カモネギックス？カモネギックス？カモネギックスみたいな最初に、最近なんかカモネーが出てくる。カモネギックス。カモネギックスが出てくる。ポンズ、ポンズ？サイポンズ。あ、ポンズね。ポンズ、めっちゃいい。さらば順調公演のセドリハードやから、チョッキーさんなかなか大変ですね。めっちゃ激しいですよね。欲望ものとか、僕以外の誰かとか。じゃ激しい。めっちゃハード。
あと激しいやつは、孤独ギターも激しい。前半だいたい厳しい。厳しいじゃない、激しい。サイポンを支えたい。めっちゃいい。あ、ショールームはついてきるのがいい。盆栽組？おー。さらば純情公演の初日の感想を聞かせて。初日は、DMM の方で見てたんですけど、もうやっぱすごかったです。やっぱなんか初日に選ばれる方ってほんまにすごいなって、なんかすごかった。画面越しでもオーラっていうか圧が。盆栽やで。盆栽をポンポンするタイ。なるほど。タイがいい感じ。組もいいよな。何々組みたいな。どうしようかな。昨日 NMB48 ショップでサイポンチャー買って、そこにポチャッコチアカバーつけて、ありがとうございます。ポチャッコ好き。そうなんです、ルームス。んばんは。世界に祝福をさん。世界に祝福。ミーケさんのサイン入りポッキーは食べずにそのまま置いてる。ちょっと鎖だけしないようにね。頑張りましょう。頑張りましょう。あ、お団子だい。ポン酢。あ、ポン酢いいな。ショールームはカメラの性能関係ないんですね。じゃなくて。なるほど。ショールームは前にもが強くなったような。おお。更新。ポンズ。盆栽ファミリー。盆栽ファミリーいいな。盆栽ファミリーにしたい。ルームシャワーがきついし、少なくていいけど PC で見れない。ああ。なるほど。ルーム再生するとギガすぐいなくなるよ。なんかすごい学ばせてもらってますね。カモネギクリス。ぎっくり。カモネギックスやから。盆栽初日楽しみすぎる？頑張りますね。とりあえず私は、今はとりあえず宿題しようの。やばいんですよ、明日です。実は明日テストなんですよ。今ね、課題を頑張ってます。皆さん応援してくださいね。あ、もうそろそろ牛タンタイムや。京タン。京タンのね、ルームスってめっちゃおもろい。なんかさ、なんか、もうコトッチの時は真逆。クワラボハピハピタージーとかやのにさ、なんか京都は最強かって、めっちゃ可愛い。しかも小学生って感じの、小学生の字で可愛い。字は小学生です、普通に。安心。ちょっと前髪安定してきた気します。ちょっと大人っぽいかも。牛タン食べた後のデザートに三色団子を食べたい。長い長い。牛タン組？牛タン組いいな。ショートカットの夏選ばれるな。ボブにしないとね。なるほど。ボブにしないといけないのか。
サイポンとお団子と牛タン組。サイポンズ、サイポンズ、ポンズ？やっぱポンズがいいかも。ポンズやりたいです。初日に選ばれなくても、後に人気メンバーになったことが最初から、そうですよね。初日が全てじゃない。頑張ります。ポンズ。そうです、テスト。現実。もうね。頑張りますよ。テストも。テストは、明日は理科数音かな？テスト。それは頑張らぬわい。いや、テストは頑張るわいやです。テストは頑張るわいです。ある日突然、ショートカットになったらそういうことやと思っとくね。確かに。急にショートカットになったらもう、刺してください。あ、そろそろ牛タンタイムやな。アミタンさんに似てるって言われたことある？え、さっきショールームのコメントで言っていただきました。ちょっと反応忘れちゃったけど。最強か。パーマかけてないです。ね、カーラーをやったらなんか前髪めっちゃ丸くなっちゃって。ボクボブボクボブ。ボクボブ。言えへん。そうなんですよ。ちょっと前髪が、えって感じなんですけど。はい。テスト頑張ります。それじゃダメだと思うよ。おそらく出なかった。8期生、9期生、歌そうすると悔しいと思うから。え、私何言ったっけ？何言ったっけ？髪型いいんで自信みたい。ありがとうございます。ちょっと大人っぽくなったかも。京香ちゃん初日でも緊張してないってすごいね。ほんまに。え？って感じ。緊張してない、やばい。なんで？緊張しないのすごすぎる。はい。ルームスメ、ルームスメ、ポン酢でもいいですか？髪が九州と曲がってる。ギャーン！もう、やばいよ。はい。あ、やばい。もうそろそろ牛タンタイムしやな。何歳ですか？ 13 歳です。13歳。中学2年生の13歳です。ゆきりさんに似てる。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい、ほんまに。やばいやばい、時差がある。1分で牛タンできひんかも。え、髪型完全にゆきりんさん。やばいやばい。明日もできるかな、この髪型。 じゃあそろそろね。牛タンタイムしないと。やばいやばいやばい。若い？なんか若いって言ってもらえるけども、小学6年生の教科ちゃん見たら、もう言えへんなもん。じゃあそろそろ牛タンしようと思います。ちょっと待って、ほんまにやばい。牛タンしやな。ちょっと待ってください。
ただいま。よし。じゃあ、牛タンタイム行こうと思います。今日は片手牛タンでもいいですか？ほんまに前髪がほんまにやばい。もう分けよ。じゃあ、牛タンタイムいきますね。あれ、なんでなるんやろ。振動オフにしてんけどな。えいちゃん、いきます。牛タン13、和幸さん、ありがとうございます。牛タン12、マッキーセブンさん、ありがとうございます。牛タン11、日高浩二さん、ありがとうございます。牛タン10、トッシーさん、ありがとうございます。牛タン9、マッサンさん、ありがとうございます。牛タン9、マポさん、ありがとうございます。牛タン8、肉バスさん、ありがとうございます。牛タン7、横浜のウルフさん、ありがとうございます。ラッキーセブンです。いいことがあるかも。牛タン6、マッサンさん、ありがとうございます。牛タン5、タナくんさん、ありがとうございます。牛タン4、リンさん、ありがとうございます。牛タン3、かまどさん、ありがとうございます。牛タン2、あつしさん、ありがとうございます。そして、そして、1位は、ドゥルルル、ペペーン。1位、コニタンさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ペペン、ありがとうございました。テスト勉強頑張ってありがとうございます。ほんまに、頑張ります。皆さん、じゃあ、配信終わったら、私が今頃テスト勉強してると思って、応援しといてください。今頃サイポンはテスト勉強してるかなって思って。頑張ってください。頑張ってください。頑張ってって言っといてください。はい。ありがとうございました。で、私のファンネームはポンズにしようと思います。はい。じゃあ勉強頑張りますね。バイバーイ。